NHK 交響楽団首席オーボエ奏者の青山さときさんにおいでいただきました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。青山さん、今日は、ビュッフェクランポングランドの新しい、プロフェッショナルモデル、オルフェオを吹き、あ、タテマを吹きいただきました。ここで改めてなんですけども、ちょっと一節だけその音色を聞かせていただけますでしょうか。ものすごく均等な、音色が高いレジスターから真ん中のレジスター、そして低いレジスターの方まで、揃っている楽器だと思います。よくこの、そういうのが均等になっていると、つまらない音色になってしまう楽器っていうのがあるんですが、そういうわけじゃなくて、その魅力を保ったままの音色の魅力を保ったままのそういうラインが揃った楽器だと思います。それで音量的なんかにもすごくバランスがよく、もうどの音域でも小さい音から大きい音まですごく吹きやすい楽器になったと思います。まあ、おっしゃることは、それはアーティストさん、プレイヤーさんとして、はい、その楽器によるこう足かせっていうものが少なくなって音楽表現がより自由になったというふうに考えているんでしょうか。そうですね、はい、自由自在に操れるっていう方向にどんどん進んでいっているのじゃないかなと思います、この楽器は。ありがとうございます。あとこの楽器の特徴としてですね、はい、ビッフェクランポンが、開発しているグリーンラインという素材を、使用しているんですけども、その特徴について、はい、青山さんがお感じになることはいかがでしょうか。そうですね、僕がグリーンラインという雑誌に接したのは多分1993年ぐらいだと思うんですけれど、正直言いまして不純な動機から入りました。いつも楽器が心配だったので、予備の楽器を持ち歩きたいと。ただし予備の楽器を飛行機で2本持ち歩くのが嫌なので、傷まないような材質の楽器を1つスーツケースに放り込みたいというところから始まってグリーンラインに興味を持ったのですが、実際に吹いてみて音色、吹奏感などに憧れまして、もう完全に切り替えてしまいまして、まあ、今では、オーボエの材質として最高のものだと、確信しております。ありがとうございます。すなわちグリーンラインの特徴として、楽器がオーボエ奏者の一番心配どころであるこう割れないという、そのポイントから始まったことが、実はそれ以上のそうですね、だからその、興味を持ち始めたきっかけはそれだけだったんですけれど、本当にもう初めて吹いた時からこれは別格なものだと思っていました。それを引き継いでこのオルフェオという新しい楽器に使われているのもすごく嬉しいことだと思います。ありがとうございます。青山さんの、はい、今後、この先のですね演奏活動の何か トピックがありましたら教えてください。今年の、6月に、シュトラウスのコンチェルトを演奏するチャンスがあるんですけれど、その時までにこういうオルフェオみたいな素晴らしい楽器に、慣れることができたら幸せだなと思ってます。あと、来年の頭
ニューイヤーの頃に、リサイタルも、予定していますけれど、そういう時に本当に自由自在に操れるようになったら嬉しいですね。ありがとうございます。私どもの楽器が、青山さんにますますの ご活躍もいい道具になることを、期待して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。